皆さん、片付けって非常に難しいですよね。私も全然できておらず、もう大変。そうだよね、レッドイズム君。へえ、そうですね、神原さん。僕なんかね、この間カードの海の中で寝てやりまして。自慢することじゃないでしょ、バカ。今回の犯人は非常にお片付けが得意な方です。全ての証拠をなくしてしまいます。しかし証拠がないことが証拠なこともあるかもしれません。神畑神三郎でした。神畑さん、神畑さん、何いつもにこやかな顔してるんだよ。神畑さん、僕の顔いつもこうですよ。また起きちゃったじゃん、事件が。あ、事件起きたんですか。このパックの中で、この奥義伝授デッキレベルマックスパックの中で、マックスパックの中で起きちゃったんだよ。これちなみに、ってる場合じゃないよ。気づいたんですけど、なんかこれ箱になるんですね。実はこれかっこいい。これ外して、あ、戻せなくなっちゃった。神畑さん、ほら、もうデッドイズケースになるんですね。これわちゃわちゃして不器用で、はい、ケースになりました。こちらもせっかくだからケースをシュッて取って、あ、すごい、神畑さん、シュッてこうかっこいい入れるとケースになります。わー、すごい。はい、じゃあ今日の事件いきます。もう巻きでいこう、巻きでいこう。はい、このおしゃれなデイコロコミックバージョンのプロジェクトで今日は操作をしていくよ、神畑さん。僕はでもやっぱね、強いデッキに犯人がいるんじゃないかと思って。なるほど、セブンズゲートのデッキ持ってきました。確かにそれは強い。そう、僕めちゃくちゃ犯人っぽいですよ。こっちはもうやっぱりマナーを伸ばすデッキに犯人がいるんじゃないかと思って、そういうダイナミックなデッキを操作していこうと思って。なんだよ、ふわっとしたこと言ったかった。すいません、神山さん、どうしてよかったですか。給料減らすよ、もうそのゲーム大丈夫です。あ、バレた。じゃあジャンケン、じゃあジャンケンいきましょう。最初はグーグージャンケンぽい、セコロン、神山さん、ジャンケンぽい。くそ、あいつを負ける。じゃあ出番スタートです。せーの、出番スタート。神畑さん、まあまあ難しい。ヘブンズローズ出したアイヌです。ドロバナチャラです。このデッキ強いです、神畑さん。バナチャラ、ハニーっぽい。しかも、あ、なんかよくすごい、いろんなもの使ってる。しかも、引きすぎて強いカードがどんどん回らない。引きすぎて引きすぎてます、神畑さん。これバナチャラです。ないなぁ、これ神畑さん、誰なんですか、一体。メンデス上、あ、メンデス持ってきた。さあ、操作力が試される。ほっ、あら、神畑さん。エンド失敗、メンデス失敗っすか。大変です。神畑さん、これちょっとヤバくないですか。ちょっとだけヤバい、ちょっとだけヤバいけど、まだ大丈夫。エンド、まだ大丈夫。あ、何も引かないです。3万、しかし、エンデルフェダー3枚表向きにして、光の呪文と光のコマンドを手札に加えます。そうそう、スタンダードでやるじゃないか。タイトです、任せてください。影さんとは違うとこ見せます。やるじゃないか。非常に難しいですね。バラッチャージ、ポルケ、懐かしいの。神谷さん、ドラゴンデッキですかね。掃除島ドラゴンとか、掃除島ドラゴンがいるかもしれない。あ、リリフトの声で国交の気が出した。神畑さん、ちょっとスッて思ってましたけど。ちょっと許してごめん。いいです、全然神畑さんやっぱいいですよ、ね、じゃあもう一回やることないんで、3番、あれどうかな。リアルの玉、ダンテ、ダンテ出た時、真ん中墓地から呪文を回収します。ありがとうございます。新しい人が出てきた。これ90番でよかったです。おお、結構ね、サイロなかなか強い。じゃあ、神畑さん、エチコスでフェアリーギフト、おっ、いっちゃうか。3番の分でドラゴンが5枚なくなってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ええ、もう出ちゃう。メガドラゲライトドラゴン、やった。こいつは新しいカードで、アタック時に相手の場のコスト8以下のカード、
カードを墓地に送ってしまう。その後にどっちかのプレイヤーの墓地を全てデッキに戻してしまうという、うわー恐ろしい、恐ろしいドラゴンアタック。じゃあダンテを、ダンテ破壊先山札でいきます。あ、はい。で、だけシャッフルはプレイヤー2人、なるほど。じゃあ戻しますか。マナ加速ばっかりだけど、加速ばっか戻してもしょうがないんで、じゃあそっち、あ、ダンテがどっか行った、ダンテがどっか行った、ダンテがどっか行った、はい。そしてこれトリプルブレイク、1、2、3、トリプルブレイク強っ、超強い、メガドラゲナイビベーン、ドラゴンズサイン、おこれで何か出てくる、新カード、動詞の精霊リフォーマー、バーン、おー、立てたときカードを1枚引きます。その後光のコスト5以下の呪文コスト払う、使ってもよい、おー、シュッ、スパークチャージャータップします。そしてワンドルチャージャー、これ呪文版連鎖、なるほど、もう1枚取る、コマンディオの呪文版みたいな、コマンディオの呪文版のことです。いいカード、トリプルブレイク、いい料理、いいカード、しかもティクリティクリクテリクリブロックアウトして、確かに。じゃあ2枚目ブレイク、これこれドラゴンズソイ、またかヘブンズローで出した。次の紹介ちょっと出てくるのが出て、何がいいかな。じゃあヘブンズヘブン、これはそれ何いい、これダイド、お何やださん、どうですかこの一発逆転の、非常に難しくなってきました。やっぱねこの部活殴っちゃいけないんですよヘブンズゲート ID には。いやー、神畑さん、神畑さん、エンジェルフェザー3枚危ないでしょ。あ、いいの来たぜ。じゃあ、同士の戦力で魔法を備わってくれたに加えます。また新しい、また新しいやつ、もう一丁3枚全然増えてくる、たくさん増えてシュッ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 、ヘブンズゲートとバルハラパラディ、これ打ってしまった、いいですよ。じゃあ、ヘブンズロージャーで、あー、ホーマーでコッコレピアタック、はい、じゃあ普通、じゃあ新しいヘブンズヘブンの効果でブロック出します。ベベーン、魔法スラン、タイエンド、お、なんかありそうな、ないような。じゃあアンタップして、しかしこのヘブンズヘブンがあるとこのブロッカーたくさん出せるんで、コッコルピアみたいな、コッコルピアつけたのはやっぱ良かったですね。チャージしてメガドラゲラドラアタック、シールド、ホーマリ、ん、ホーマリ、ホーマにアタックするときにこいつをカードの破壊から、こいつをヘブンズヘブン超次元ゾーン、ごめんなさい、ボッシャッフルも、ボッシャッフルもじゃあそっちで、あ、ちょっと自分回収できなくなっちゃった。よし、強いぞメガドラゲナイ、なんかずっぽいなぁ、ホーマーやられますねこれ、こいつ半人からそうする、半人からすごいから、傍若部なんかさっさと出てきて、傍若部にどうぞ、このブロッカーしないです。なんかドラグ、なんかちょっとドラグアートやられちゃって、ちょっとやる気なくしてきた、大暴れですね、やる気なくしてきちゃった、やる気なくしてきちゃった、やる気なくしてきちゃった、あんまり大したってのはできないんですけど、そこまでヘブンズゲート、ヘブンズゲート、ヘブンズゲートやるのがこうかな、バルハラパラディとミルザム、じゃあまずバルハラパラディ1枚追加で、次のアンダーしない、じゃあミルザムでウルトラシールドフラワース、もう強い、もう強い、魔法さんがアタックするとき効果あります。ほい、アタックかこいつブロックするときにカード1枚引きます、1枚引き、その後手札からコスト7以下の呪文を唱えてもよい、ヘブンズゲート、ミルザム、エメラルダ2体いいんだ、しかもこれ7以下の呪文何でも打てるんで、さっきちょっと山田にしちゃったけど、まあ、光以外でも、光以外でも打てるんで、エターナルスと打てます。じゃあエメラルドの効果まず1体目、はい、落としますでろーん、トリガー全然ないんだけど、じゃあ行きまーす、エメラルドの効果でこっちも落とします、何もそれが来なかったこんなことあるんだ、じゃあ埋めまーす、はい、じゃあダブルブレイク、まあでもあいつどうせ起きないしな、バトクロスバトル、あれアタックできるこの2、これだけですね、難しい、あと全部このタイプじゃないです、そんなことあんの、難しいですね、ヘブンズロージアにしましょう、バトル、じゃあ1番ブレイク、はい、ターンエンドです、じゃあバトクロスバトル、で、メガドラグラインアンタップしない、非常に難しくなってきました、こんなトリガー全然入ってないことあんだこのデッキで、ドロー、クリーチャーしかいなかったです、神畑さん、でも見てくださいこのバトルさん、ここから魔法さんが毎段じゃ持ちますから、これは非常に難しくなってきました、神畑さん見てくださいこのバトルさん、ヘブンズゲート打つのは強いですねこのカードから、いやしかもこれブロッカーだし7マナのドラゴンなんで、ドラゴンスリーからも出る、超次元呪文も出ちゃうから、もうそうですね、めちゃくちゃ強いですよ、じゃあ7マナでドンドドフルを、ドンドフル出しておいて、ターンエンド時にプレガを捨てておいて、ドラゴンバスターの協力カード3枚引いちゃいます、エンド、ドロー、ここはどうしようかな、
さっきボッチシャッフルされたの結構嫌だったんだよな。いや、操作が行き詰まってしまいました、こちらは。ボッチシャッフルされたの嫌だったんですよ、神谷田さん。いや、順調な操作が強い。マホーズンやるな。マホーズン強いですね、やっぱね。4番出て、スパークチャージャータップします。うわデカールつまり、どうぞ。お、来ましたよ、神谷田さん、僕の最強の切り札。どうしようかな。メガドラゲナイドラゴンすげえ多いじゃんってさ、それだけどうしようかな。メガドラゲナイドラゴンをやるとさ、みんなでブロック買えれば大丈夫なんじゃないか。大丈夫な気がしますね。じゃあ神谷さんの言う通りにします。じゃあ魔法陣でどんどんアタックするべき。カード1枚ドロー、どっち手札から待って氷を発動。手札とマナを入れ替えます。それあったんだ。さあ何でも打てる。さっき言いましたよ神谷さん、僕は宣言しましたよ。じゃあどんどんです。7500で破壊。半人格でしたね。じゃあタイムです。じゃあアンタップをし、はい、まあ、メガドだけなら動くけど、もうマナがないんで関係ないです。神谷さん、これ僕の圧倒的勝利です。これはやられたくなるな。ちょっとどん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 手札残っちゃいましたけど、マナが本当はマナ空っ傷するつもりだったのに。1マナフェアリーギフト。うわ、3マナで6ラ出るので、コッコドギラッチ。あら、かわいい。こいつドラゴンだけのコストを2軽減できるっていう。コッコルフィアのドラゴンマン結構強さ。かわいいです。かわいい。メガドラゲ内で魔法陣にアタックするときに、はい、8位からからこいつら一応無事。ああそうだ、こいつはエメラルダを、エメラルダ破壊、エメラルダ破壊でして、そっちを待ってもらう。あーやだ、あーやだ。まあじゃあエメラルダでブロックします。はい、魔法陣も大事。それでは、ただもう負けそう。大変だ。でもこれ、これはお寿司の経験上、これは負けそうです。あ、今までの長い経験、長い経験上、これは非常に難しそうさができました。なるほど。こちらとして、でもこれちょっとどうしようかな。結構いろいろできちゃうんですけど、まあでもいくか。じゃあ6万ヘブンズゲート。またかー。ちょっと待って、ヘブンズゲートが出すの1個しかないぞ。じゃあヘブンズゲートじゃなくていいです。5マナ。6マナにも6マナ強いな。動詞の精神ホーマー。ホーマー。じゃあカード1枚引きます。そして手札からドラゴンサイン発動。ペカーノー。そしてディレクトなんかヘブンズロッシュ。このテクニカルなのみたいな。ヘブンズヘブン。じゃあ魔法さんがシールアタックしまーするときにカード1枚引きます。そしてヘブンズゲート発動。ディレクトエメラルダ2体。いやー、エメラルダ2体でシールド2枚。あ、戻します。1枚で戻します。で埋めます。ペロ。じゃあバルハバラに次アンタしない、はい、じゃあ2体目のエメラルダ、これ戻すか。戻して、埋めましたタップで次のアンタしない。ダブルブレイキ BG。 こっちからでこの変幻時代バルハバラにアタック。はい、ミルゾムでアタック。竜帝の王将。あら、さあ行け。山札を2枚表向きして死の国。あ、パワー負けたんで負けました。1万戦えぇ、ー、大ブレイク。勝ったー。犯人が明らかになったと。これは犯人面白いよ。魔王戦どう見ても魔王戦。私はこいつが犯人だと思ったんですが、まあ、結果もうどう見ても悪い。めっちゃ悪いかと思って江戸泉君の推理が最後だったと。あ、認めてくれるんですよ、こんなパターン。やるじゃないか。ありがとうございます。やったー、神谷さんに認められたぞー。もう犯人がたくさん入ったタック出てるんで、皆さんぜひ手に入れてください。神谷さん、神谷三郎でした。あ、神谷さん、今回も推理力がさえ渡ったり、僕神谷さん超えたかもしれませんね。調子してるんじゃないよ。体重上がってきてるよ、そんな調子の。ちょっと暑いね、これ。でも私はこのメガドラゲナイドラゴンが怪しいと思ってたんだけど、はい、じゃあ実際結構ね、やばかったっす。凶悪犯でしょ。凶悪犯だろ。凶悪なやつでしたけど、このやっぱ力だけじゃないですよね、やばいやつって。知能犯。知能犯。知能犯魔法すん。よく捕まえた。いや本当にこう呪文何でも出るってやばすぎますよね。待って、しかもこいつドラゴンサインからも出るし、ヘブンズゲートからも出るし。あ、ならこそドラゴンだから。ドラゴンだしブロッカーなんで、もう何でもあり。うわ、相手からに出てすぐに殴るって。もう知能犯ですよ、これは。まあすごい。しかも本物もね、使いやすくて、しっかりこの光でもいいかも。電砂流がこの呪文になってた。ドラゴンサインから出して、打って出してみたいな。
結構何でもできますこれ。いや強かった。このコッコドギラッチっていう容疑者がいたんだけど、これドラゴンで2コスト軽減できる。はい、こっからこれに繋がる。非常に強いから強いですね。まあでも今回マホスのこの調整があったんで、これが犯人だと。いや分かってました。これ僕は次が私の推理力が君を上回るからね、覚悟しておきたい。あ、神業出ましたね、処理宣言。そうだよ。